はいどうも、長谷川翼です。今回なんですけども、今現在朝10時ぐらいなんですけど、まあそうだね、早朝だね。はい、企画説明としまして、朝ごはん皆さん食べてますか？まあちょっと素朴な質問なんですけど、僕はちょっと年齢重ねるごとに朝ごはんあんまり食べなくなっちゃったっていうか、まあちょっとお腹が心配で食べられなくなっちゃったっていうのもあるんですけど、朝ごはんってやっぱり結構大事だなって思うんですよ。最近ちゃんと食べないと、あの午前中お腹空いちゃったりとか、ちょっとエネルギーが足りないなって思うこととかあるんですけど、そういうことで今回ちょっと朝ごはんをしっかり食べたいなと思って、ふと思いついた企画があるので、まあ、今回やっていきたいと思います。ということで今回の企画、朝ごはんで回転寿司何皿食べられるのかやってみた。はい、ということで朝ごはんで回転寿司に行くっていう、まあそういう行動なかなか取る人いないのかなって思うんですけど、今回この朝ごはんの検証も兼ねて、まあいつも通り食べられるのか、まあそれともそれ以下なのか、それ以上に食べられるのかっていうのを、まあちょっとこの疑問を、自分の中の疑問をちょっと解いていきたいなと思い、今回動画にしようと思いました。普段ならだいたい16、7皿ぐらいなんですかね、僕のアベレージは。なんですけど、朝ごはん正直今本当に今水を少し飲んだ程度なんで、まあどんぐらい食べられるかわかんないんですけど、まあその謎を解いていきたいと思います。ということでやっていきましょう。レッツということで向かっていきたいと思います。来ました。今回はくら寿司さんにちょっと撮影許可いただいて、ここでやらせていただきたいと思います。ということで、普段ね夕方ぐらいからしか行ったことなかったんですけど、まあ、朝一ということで、まあ、どんぐらい食べるかわかんないですけども、楽しんで美味しく食べていきたいと思います。まずはね、僕は寿司屋に来たらちゃんとね手を拭いてから食べます。アルコール消毒したけどね。アルコール消毒しましたけどね、まあ今はさらに入念に大事ですけど、前から一応やってるよって感じ。寿司は結構来ますか？寿司ね、嫌い。最低ですね、もうお帰りなさってください。ビッグロッポします。せっかくなんでビッグロッポします。僕はね、結構最初にマグロを頼むんですよ。わさび醤油、これを僕はいきなり3個頼んですね。寿司の平均どれぐらいなの？まあ16、7皿、まあ夕方とかなんですけど、これ一個面白い話だと、高校生の時に卒業式の終わった後ぐらいにみんなで遊ぶことがあって、その時に、まあ、女の子が近くに座ってて、なんか思ったんでしょうね、なんかいいとこ見せると思ったか分かんないですけど、現役の時よりも多く食った。30皿ぐらい食った。寿司？寿司をあっぴったんだ。よく分かんないけど、何の効果もなかったけど、めちゃくちゃ食った。たくさん食べる君が好きってね。とりあえずはね、今僕の好きなものを注文して、後からまあなんかこう来たやつを食べるみたいな感じですね。来ました。はい、いただきます。マスク失礼します。じゃあすみません、いただきます。わさび抜き。わさび抜きです。うまい。うまそうに食うね。久々に。テカテカしてるもんね。いい？映して。いいよ。髪の毛決めてる時の翼ぐらいテカテカしてる。いや、そんなワックスつけてねえよ。ジェルめっちゃつけてる人もね。ジェル側翼じゃないっすよ。まあ略してサーモン。そうサーモン。ユズだっけ？わかんないっす。ヘイ、お待ち、ハマチ。ハマチです。これ余談なんですけど、さっきジェルって話してたんですけど、今固めるとかやめて、髪伸ばしてるんですよ。脈絡のない会話、あざっす。まあ今、ボサラス
皿の数は自分の食べてる基準の目安なんで、はい、そんな感じです。トロサーモンです。今、まあ、ちょうど11皿ぐらい、あんまり変わんないかも。むしろやっぱ朝なんで、ね、いつも朝何食べる？決まってんの？今も決まってない。朝撮影で時間めっちゃ早いの、うん、起きるのが本当に早い時3時半とか。3時半朝じゃないよ、夜じゃない。もうほぼ夜中だから。で、なんか俺結構食べたらお腹痛くなっちゃう、うんうんうん、だからもう極力食べない。そう、何もさせないためにヨーグルトしか食べないとか、最悪食べないで向こう行って現地着いてちょっとウィーダーゼリーとか、そんなもんが大体午前中お腹空いてる。こんなに朝から一食目がこんなにたくさんっていうのは珍しいんで、時間を気にせずゆっくりね、好きなものを食べる。やっぱりなんか一人だとさ、ぶっちゃけ何もできないなって思う。こうやってなんか撮影したりとか、もう役者とかやったりもそうだけど、いろんな人がいないと一個の仕事ってできないんだなってこれは思ったら、人は大事にしたいな。まあ、仲間を大事にしようということで食べます。すいません、もう怒られ限界が来てしまったので、これがラストになります。というわけで最後にいただきます。はい、完食です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 皿でございました。大事なところ。はい、ごちそうさまでした。検証結果としてはあんまり夕方と食べる量変わんないのかな、わかんないけど、寿司が一応目安になったんですけど、あんまり変わんなかったです。結果15皿でございました。ありがとうございます。15か、はい。じゃあ最後おまけということで、わずかながらですがガチャポンゲームをしたいと思います。来た、救えたじゃん。救えた。あ、前回持ってないな、やっぱ。いや、3回チャンスあるんですよ。あと2回っす。シャッピー、いろんな汁あるんだね、うん、お、もう守ったらダメなの。何してる。いや、そんなことする人もいる。いやいや、子供に厳しいな。厳しすぎるでしょ。倒れてなくても倒れるみたいなのが射的じゃない。それではラストチャレンジいってみます。何が来るのだ。京子、これなんか京子、こっちで応援すればいいんだよね。負けたくない。負けたくさくね。いや、走っとるやないか。え、最初から勝ち目ないじゃん。逆にどうなったんだろうね、勝ちパターンとしては、うん、どっちを応援すればいいのかわからなかった。はい、そんな感じでお寿司はこれで終わりました。ということでお会計して終わります。はい、ということで検証結果は15皿ということで、あんまり変わりませんでした。はい。まあそんな感じで皆さんもちゃんと朝ごはんしっかり食べててください。僕もこれからまた朝ごはんしっかり食べれるように体作っていこうと思うので、よかったら皆さんもしっかり食べてください。ということで、この動画がいいなと思ったら高評価、そして拡散よろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画を終わりにしたいと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。じゃあね。